お前といれば、つくづく愉快なことが尽きぬな。殺すことなく決着とできる。説務省であった頃の俺にはありえない。だがこれより明宝傑殺を名乗るなら、負けを認めるならそれもよし、さらに切磋琢磨して再び挑むがいいと、そんな風に嘘吹いてみるのも悪くない。生も死も銭もしがらみも関係なく、ただ純粋に剣技を競い合い、そして勝利する、こんなにも愉快なものだったとは。勝者明宝傑殺。生まれた時から定められていた邪長貴重がカマディス氏く泣きわめくだけの人生を、今ここで俺は変えられる。